私のジャッキーニュースチャンネルへようこそ。本田翼の官能に騒然。高視聴率を誇る極道女優の心意気が話題になっている。本田というとスラッとした感じでどちらか言うと華奢な体つき。身長166センチ、推定バストサイズ83センチの C級と言われていました。イメージ的にはモデル、C、M、女優という感じですね。印象も爽やか。ネット上でもバッサリ帯で親しまれています。女優としての実力は？ですが、その面白おかしい演技は高視聴率を生む源ともっぱら。うまいという評価はありませんが、視聴率が取れますから、高視聴率女優であることは確か。視聴率を持っている女優として高く評価されている本田翼が、5月末発売の月刊美容誌に登場。表紙とグラビアで見せた意外な豊満が話題となっている。放射線技師と放射線科医にスポットを当てたドラマなのですが、放射線科医監修、今日、本田は何かあると、おろおろ。技師にアドバイスを受けるとんでもない医師なのです。感情のままに泣いたり、落ち込んだり、完全に医師失格。だからこそ、本田で生えた役柄と言えました。本田といえば、フジテレビの医療ドラマ、ラジエーションハウス、2019年、平均視聴率 12.1%、続編の、ラジエーションハウス、2021年、同 10.7% が代表作。両作品とも高い視聴率を記録した。みんなを、ゆやす笑える棒。本田は、佐々木希と共に芸能界の二大棒と、陰口されている。しかし、毎度視聴率が出ない佐々木に対し、本田は視聴率が稼げるだけに持っている棒の異名もある。佐々木は渡辺伊のことがあり同情的な器用ばかりでしたが、結局どれも視聴率が取れなかった。かたや本田は、棒は棒でもみんなを、ゆやす笑える棒。この差は大きい。彼女の演技の下手さは女性誌、週刊誌でも話題になり、宣伝効果抜群。下手の、巧妙、です芸能ライター。今回、本田が美容師で見せたツヤショットは、出版関係者を驚かせたという。改めて正統派のグラドルとしてもやっていけるところを見せつけました。無名だった頃には、ティーン誌などでも曲賞ビキニをこなし、股間強調や脇見せも全開でしたからね。まだまだ体に自信があるということでしょう。もしギリギリ店の写真集を出せば、30万部、ギャラ1億2000万円は固い。写真集編集者。演技は棒でもバディン秀逸だ。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために、私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。